FC 町田ゼルビアは9月29日、クラブ及び所属選手、スタッフに対する誹謗中傷について声明を発表した。公式サイトを通して公開、今後は全るべき法的措置をとってまいりますと方針を明らかにした。これはあり、町田のベンチ選手がタオルでボールを拭いて渡す決定的瞬間。クラブの声明は以下の通り、ヘ、hey! イクラブ及び所属選手、 スタッフに対して、SNS などにて悪意ある誹謗中傷が多発している件について、今後の方針をお知らせいたします。現在、悪意ある誹謗中傷から派生した風評被害によって、クラブとして多大な経済的損失を受けております。また、所属している選手、スタッフとその家族など、個人への精神的な被害はすでに甚大であり、これ以上感化することはできません。 今後、SNS への書き込み等について、一切の証拠を保全すると同時に、随時開示請求を行っていき、然るべき法的措置をとってまいります。この件につきまして、FC 町田ゼルビアでは、厳正な処置をとる所存です。ファンサポーターの皆様におかれましても、切度ある行動をよろしくお願いします。J リーグでは近年、 全体でクラブが誹謗中傷投稿に対する声明が増加。町田は前日9月28日のサンフレッチェ広島戦において、黒田豪監督が相手にロングスロー用のタオルを濡らされたとして苦言を呈していた。